大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズの13回戦です。解説は小宮山聡さん、石井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここまで非常にいいチーム状態できています。今日の試合も期待できそうですね。そうですね、こうなるとですね、どういう勝ち方をするか、そういったところでしょうね。そうですよね、ぜひ注目してみたいと思います。まずはファイターズの先発大谷が札幌ドームのマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。初球ボール、これはファーストライナー。バッターは2番に入っている亮。前回のゲームではバットでチームに貢献しています。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは大谷、そしてキャッチャーは大野。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。159キロ、さあ3球目は何か。インサイド打ちました。これはどうか、アウト、2アウト。クリーンナップが登場します。バッター孫、前回のゲームは見事なバッティングでチームに貢献しています。2アウトランナーありません。今日の先発ピッチャーは大谷、ここまで6勝をマークしています。最初は変化球できました。ボールになります。ボール先行です。3球目打ちました。セカンド取った。一塁アウト、スリーアウトです。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。1回の裏、これからファイターズの攻撃が始まります。ファイターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますマリーンズはご覧のような守備陣です。セカンド、ソン、サード、マリーンズマウンドに上がるのは先発の石川。どう抑え込んでいくのか注目です。センター、ライト、ヒデ、状態ですから本当にいいチーム状態だと思います。そうですね、今日はその好調な打線にも注目しましょう。外に決まりました。あっという間に2ストライクです。
は何で来るか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている杉谷。前回のゲームでマルチ安打を記録しています。石川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さて、好調ファイターズはここまで3連勝で首位です。一方のマリーンズは2位と首位を追いかけています。スイングは空振りになります。変化球低めに持ってきましたがボールになります。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。打った、ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには指名打者の近藤。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ツーアウトになっています。初球ボール、さあ2球目は何か。ストライクになります。まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。打ちました。ショートをうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ファイターズ三者凡退です。2回になります。マリーンズの攻撃、バッターボックス矢部。さて、ファイターズの先発は大谷、今日が15試合目の登板です。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。次が2球目。だったんですけどね。はい、インコース、これは入りません。ここは厳しいところに決められないと危ないですね。なるほど。さあ、引っ張った、レア、アウト、ワンアウト。5番
には5番バッター伊集院、前回のゲームでは打点を挙げています。まずはワンアウトを取っています。これが1球目、インサイド落ちました、わずかに右に切れました、ファールボール、打ちました、ライトに大きな打球、ライト下がっていく、下がっていく、ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスの日で今シーズンの得点圏打率は1割8分5厘となっています。まあ、ポイントゲッターではないにしてもちょっと寂しい数字ですね。まああまり気負わず平常心でいってほしいですね。ああ、そうですか。2球目は何で来るか、ナイスボールですね。はい、打ちました、これはどうだ、西川一塁送球、ツーアウトになりました。ツーアウトランナー三塁と変わっています。最大限ランナーを進めてきましたね。さあ、この場面で打席には7番の庄司入っています。やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。162キロ、インコースの変化球見ています、ストライク入りません。バッターが打ち気かどうかの見極めがポイントですね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。さあ、これで決まるのか。打ちました、ヒットになった、サードランナーホームイン、マリーンズ1点を先制しました。センター前のタイムリーヒット、1対0、序盤から先手を取られています。小宮山さん、先制点を奪われてしまいましたがいかがでしょう。まあ、バッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。なんとも痛い失点となります。バッターボックス達也、前回のゲームではチームに貢献する活躍を見せました。ファイターズ、この回先制点を与えています。小宮山さん、後続は確実に断ち切りたいところだと思うんですが、まあ、点はやりましたけど、ここでしっかり抑えたいですよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。いい球でしたね。3球目は何で来るか、いいコースだったんですけどね。キレがありますね。はい、ツーボールツーストライクです。チェンジ、しかしこの回マリーンズ先手を取りました。1対0、マリーンズ先制です。2回の裏、ゲームはこれから2回の裏に入ります。
さあファイターズ、この回は4番から始まります。中田が打席に入ります。前回のゲームはバットでチームに貢献しています。ファイターズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。低め、これは決まった。これが3球目、空振り、低めいっぱいのコース、ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。ボールになります。まあここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ファウルになります。これもファウル。低めの変化球は決まりません。スリーボールツーストライク。さあ10球目は何か。これもファウル。ちょっと振り遅れましたね。またファウル。ここもファウルです。外れてフォアボール。ノーアウトから同点のランナーを出していきます。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。これが初球。初球は外。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。引っ掛けさせようかというボール。エース狙い、インコースに攻めてきました。ショート取った。セカンドフォースアウト。一塁送球アウト。ダブルプレー。6番席には6番バッター太田。2試合当たりが出ていません。ファイターズダブルプレーでランナーなくなりました。初球わずかに外れてボール。変化球タイミング合いません。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。まあ、ここ
ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど、そうですか。さあ勝負してくるのか。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ファイターズ結局3人で攻撃を終えています。2回終わって1対0、1点リードはマリーンズです。宮山さん、早い段階で先制を許しているわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。まあ、そうですね、もうこれ以上点をやらないようにということで、ちょっと窮屈な感じになりますかね。なるほどね。この後どのように修正してくるんでしょうか。最初は変化球できました。ボールになります。162キロ。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター一郎、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。次が5球目ボールになります。3ボール2ストライクです。次は自信のあるボールを思い切って投げ込めばいいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに。打ちました。中島2塁アウト。ワンアウトランナー1塁となりました。さあ追加点のランナーを1塁に背負います。バッターは亮。まあ送るとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。さあランナーをどう生かしてくるか。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体制ですね。そのようですね。セーフ。インサイド打ちました。これはどうか。取った。二塁そのまま入ってフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。まあこれ以上は点はやれないですからね。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。1対0、マリーンズが1点をリードしています。キレがいいということですね。なるほど。さあ初球は何か。初球打ち、ヒットになった。先頭バッター出ました。ファイターズノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には同点のランナー。バッターボックスには中島、そして塁上には岡。まあ彼がランナーですし、ここは盗塁を狙ってもいいケースだとは思いますね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。バットの構えを見せてきました。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。一塁はセーフ。2球目送ります。
ッチャーが取る。一塁送球アウト、ワンアウトです。さあファイターズ一打同点のチャンスです。早めに振り出しに戻しておきたいところですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには大野が入っています。いきなり牽制、タッチもセーフ。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。バッターの大野、今シーズン得点圏での打率は1割4分6厘となっています。まあ役回りというのもありますけど、ちょっと寂しい数字ですね。まあ肩の力を抜いて力まずにいってほしいですね。はい、期待しましょう。内へ、低めいっぱい決まりました。ワンボールツーストライク追い込んでいます。貴重な追加点というところでした。打ちました。これはサードライナー。しかしこの回ファイターズ貴重な得点でリードしました。
3回終わって2対1ファイターズ逆転に成功しました。回は4回の表に入っています。マリーンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。ソンバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ファイターズ1点リードで迎える4回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。綺麗に落としてきました。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。バッターボックスには4番矢部。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ4球目は何か。絶妙のコントロールですね。ツーボールツーストライクです。打ちました。一塁送球します。アウトツーアウト。打席には5番バッター伊集院。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。インコース外れてボール。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。ここで追いつかれました。同点です。小宮山さん、キャッチャーとしてはまず何が頭にあるでしょうか。まあそうですね、早いカウントから打ってくるタイプではないですから、ストライク先行でいいですね。なるほど。どういった攻めを見せてくるか。ボール先行です。この球は外れています。ストライクが入りません。そうですか。見逃し三振。インコースを待っていたでしょうか。最後は見逃しです。しかしこの回マリーンズ貴重な得点が入りました。2対2マリーンズ同点に追いつきました。
日本ハムファイターズ4回裏の攻撃になります。バッターは中田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ファイターズ同点で迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。そうですね。速いボール、膝元決まってストライク。さあ、ファイターズ勝ち越しのチャンスを迎えています。ここで勝ち越してチームに勢いを与えたいですね。そうですよね。まあ、そしてこういう場面で打ってくれるバッターですから、ファンも期待しているでしょうね。初球は何で来るか。まずはボールから入りました。バッターボックスのレアード、今シーズンの得点圏打率は3割1分3厘となっています。さすがクリーンアップですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。そうですか。インコース、膝元に曲げてきました。ワンボールツーストライクです。それでも勝ち越しのチャンスは続きます。ここで追いついてね、勝ち越したいですよね。バッティングは当てなかったんですけどね、まだチャンスは続いていますので、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですよね。さあ、このチャンスでバッターボックスには6番の太田が入っています。ゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。外のボール打った。ワンバウンドヒットになった。ホームに送球。左中間へのヒット。さあ、チャンスを広げていきます。西さん、これでサードまでランナーが進みましたね。そうですね。これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。つながっていますから、このチャンスで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですね。タッチもセーフ。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。西さん、この太田、実は足はそこまで速くないんですよね。はい、足の速さだけなら他にも速い選手はいますけど、大体盗塁ができる選手っていうのは相手のピッチャーのフォームや癖をよく研究してますよ。そういうものなんですね。次が2球目。低め、絶妙のコースに決めてきます。ここは犠牲フライで OK ですね。そうですね。ボールになります。3対2。さあ、リードしました。さあ、そして打席には中島が入ります。さあ、2アウトながらなおも
チャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。打ち上げました。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ファイターズ貴重な得点が入りました。4回終了3対2ファイターズが1点リードとなりました。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるものなんですか？いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。西川アウト、ワンアウト。打席には1番バッター達也、大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはファイターズが大谷、そしてマリーンズが西川、この2人の投げ合いとなっています。キロを計測しています。低めの球が打ちに決まります。ワンボールツーストライクです。バットは動きません。よく見ています。9球目は何で来るか。外わずかに外れた。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。インサイド打ちました。9番岡村、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。まず何を投げてくるか。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。はい、打ちました。ショート取った。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対2ファイターズが1点をリードしています。お父さんの座席番号と西さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか？まあ緊張感のある、ね、いい試合ですね。ピッチャー両投手も頑張ってますよ。そうですよね。引っ張った、取りました。一塁を送ります。アウト、ワンアウトです。打順はトップに帰って西川、先ほどの打席で同点タイムリーを放っています。まずはワンアウトを取っています。さてこのところのファイターズですが、ここまで3連勝。西さん、チーム状態は上向きですよね。そうですね。投手陣もよく頑張ってるんですけど、それ以上に打線がつながってますよね。そうですね。その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。コース決まった。低め、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。外れます。
ライクフルカウントになっています。打ちました。サード取った。ツーアウトになりました。打順は2番杉谷、先ほどの打席で勝ち越しとなるツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。アウトコースストレートが決まっています。2球目は何で来るか、大きく外しています。外れています。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。バッター、これはどうだ。一、二塁間を破る。これで2試合連続のマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。頑張ってご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。次は3番近藤。彼はもともとカーブを打つのがうまいんですが、さっきはその球でやられてしまいましたから、はい、まあ、ここはその球を狙っていくかもしれませんね。なるほど、あえて狙うということですね。セーフ。初球変化球は空振りです。走らないといけませんね。なるほど、そうですね。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだわかりませんね、ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。なるほど、そうですか。ここは狙いを決めつつ、それ以外にも対応する感じになりますね。インサイド落ちました。これはどうか。一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、ファイターズ得点はありませんでした。5回終わって3対2、ファイターズが1点をリードしています。ここまでの試合展開、ハイライトでご覧いただきましょう。2回の表、一打先制のピンチ、DH 庄司、フルカウントからのタイムリー。ファイターズ先制点を奪われます。3回の裏、追いつくチャンスを迎えて1番西川、ライトへのタイムリーヒット。ファイターズここで追いつきました。続く攻撃、ツーアウト一塁の場面、2番その初球をしっかり弾き返します。ファイターズここで勝ち越します。しかしマリーンズすぐさま反撃。ランナーのいないこの場面、5番伊集院、3球目を捉えました。ファイターズ一振りで同点とされます。
さあ3球目は何か、まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、打ちました、取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスには2番亮、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました、これはショートライナー。3番バッターソン、ツーアウトになっています。まず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。まあここはバッター甘い球を狙ってますから、厳しいところに決めたいですね。高めのボール、このフライは切れそうだ、出ました、ファールボールです。まあ彼は絶対的な脚力を持っていますから、とにかく塁に出さないように気をつけたいですね。はい、そうですね。打ちました、ここはフライになっています。中島が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対2、ファイターズが1点をリードしています。6回の裏、ザ・ファイターズ、この回は4番から始まります。バッターは中田、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ファイターズ1点リードで迎える6回の攻撃です。あー、やはり今慌ててブルペンの様子を確認しています。最初は変化球できました。次が4球目、低めは外れました。低めストレート、ストライク、フルカウントです。それにしてもうまく引っ張りましたね。打順は5番レアード、ヒットでランナーを一塁に置いています。見てきました、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。
します。このレア、どういったタイプのバッターでしょうか。いやもう天性のアーティストと言ってもいいんじゃないですか。打ちました。両二塁送球、セカンドホースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターは6番太田、先ほどの打席でヒットを放っています。ファイターズダブルプレーでランナーなくなりました。初球はボールになりました。3球目は何で来るか。いや素晴らしい球ですよね。はい、ここで追加点を取ると取らないとではだいぶ余裕が違いますよね。いや
やもちろんですね、この辺の1点2点というのは非常にチームにとって大きいですよ。さあその1点取ることができるんでしょうか。はい、これが3球目外れていきます。4球目は何で来るか。引っ張った、これはどうだ、抜けました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんがどうでしょうか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね、ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。さあそしてバッターボックスには中島が入っています。さあ県には追加点となるランナーを置いています。この辺りの追加点はダメージが大きいですから、ぜひ点を取っていきたいですね。なるほど、